はい、皆さんこんにちは、渡辺隆一です。では今回はハートオブアイアン4アメリカ軍プレイ続けていきましょうということで、前回になりますかね、アジア、まあ、特にインド方面で帝国軍、帝国陸軍と激戦を繰り広げたわけなんですが、まあ、劣勢ということで、前回タイムリープしてやり直しをして、香港から、攻め上る部隊と、前々回と同じくインド方面からね、戦う部隊とで分けて、現状ご覧の通りですね、まあ、なんとか戦線を維持して、優位に進めているという状況です。で、その分ですね、タイムリープして、まあ、陸軍を強化した分、海軍が弱くなっていて、少し帝国海軍の前に劣勢を強いられているという状況なので、今回はね、少し海軍の方にも目を向けて、プレイの方を進めていきたいというふうに思います。では早速続きを始めていきましょう。とはいえ海軍はすぐにどうこうできるというものでもないので、どうしましょうかね。まずは海軍戦力確認からしていきましょう。まず第一艦隊なんですが、これ艦艇数見ていくとどう？いやー、なかなかしんどそうだね。まずは空母が2隻だもんね。もうちょっと欲しいよな、空母で。戦艦が5隻、うん、戦艦が7隻ですね。これに従順が5隻、クルーザー計14艦がまあ8隻という構成か。ちょっと空母がやっぱり欲しい。で、第2艦隊に関してはむしろ空母が0隻だね。これ見るとどうでしょう、空母が圧倒的に足りてないっていう様子が。あ、もうごめんなさい、第2艦隊空母4隻ですね。なので第1艦隊に空母を増強して、第3艦隊に戦艦を増強するっていうのがまあ一番いいのかな。ちょっとそのあたりを見据えていきましょうか。で、肝心の生産状況なんですが、空母が一番新しくて42年の12月に移籍できますね、空母。ただこれより前にもうちょっと早く空母できるものなかったっけ。これが一番最初、いや、42年の1月に空母ができるね。では、これ以外にっていうところで言うと、あとは駆逐艦、軽巡、重巡、戦艦か。ちょっと時間が、いかにもかかりすぎだな。海軍の戦力を増強するっていうのをちょっと考えていきましょうか。で、海軍の戦力増強するってなると一番早いのは海軍の、まあ、何かしらのね、まあ、提督というか司令官を入れるっていう意味で言うと、どうだろう、参謀として入れてしまうとか、そういうのもありですよね。地味に力がつくという意味では。まずは艦隊の再編を行うための準備を行います。で、あとは帝国軍を弱めるっていう意味で言うと、やっぱり、帝国の資源を断つ。まあ、それも重要だと思うんで、しっかりそれもやっていきましょう。で、帝国がいるね、ここに。一部の部隊を引き抜く。ちょっと時間を止めます。この特殊部隊をちょっと外して、彼らに残っている
帝国陸軍の総統に入ってもらいましょう。この辺りに帝国がいるので駆逐する。ここも同じだね。そういう意味で言うと残っちゃってるんで、こういったところをねしっかり切っていきましょう。まあ、その分前線で、まあ山岳兵、特殊部隊扱いの山岳兵が動けなくなりますけども、まあそれ以上にやっぱりしっかり、まあ根元で立つ、そういう行為を行っていきます。で、場合によってはフィリピンの方の部隊を、まあ、中国大陸の方に増強として出してもいいかもしれませんね。強襲上陸グアムの方はしっかり退けたね。前回ね、グアムに強襲上陸をかけられているシーンがあったと思うんですが、そこはうまく回避というか撃退というかできたようです。で、海事委員会ができたので、次だよね。造船所の建設速度プラス10か。というか普通に造船所が欲しい。あとは空母優先入れよう。造船局の後の空母優先を入れて、空母をしっかりゲットしていこう。で、徐々に食ってってはいるからね。このまましっかり、中国大陸を全部飲み込む。満州まで解放できれば、まあ、帝国軍の、いや、待って。帝国軍こんなところに強襲上陸してきてるね。これは、オランダ領だから、まあ、言っちゃいいんだけど、ゴムの生産地が取られてる。まあ、でもこの分、大陸の方が弱くなってるはずだからね。まあ、ここも、イギリス領取られてシンガポールが食われてるけど、まあ、タイを食うってことはないと思うんで、日本がね。だから、しっかり、この大陸側、東南アジアの大陸側を抑えて、日本軍の資源の調達元を断っていきましょう。山岳兵の動きが少し鈍い。あるいはちょっと押されている。よくそんな余力あったね。で、あと建設状況を見ておくと、サイロがまだまだだな。いや、本当に石油食い虫だな。今のところ順調に推移はしているので、細かいところで、まあ、オペレーション上のミスがないようにだけ気をつけましょう。いや、帝国軍強いね。新しく上陸してきている部隊、これにどう対応するかだな。新しく部隊を割くのはできないからね。港を抑えられるっていうのはあんまり嬉しくないからな、状況としてはね。しょうがない、個別に部隊を抑えていくしかないですね。
Defense. Orders. Ready to move. Yes, sir. Ready to move. Ready, sir.新しく徴兵した兵はすぐさま送り込んでいきましょう。それとは別に香港が危ないので香港を再びダッシュしないといけないんだけど、これが時間がかかりそうですね。ただここ敵もいないからね、普通に奪い取れそうな気はするんですが、ここがつながってくれれば、だは、さらに広げられてる。予備兵力がない分ちょっと不利だよね。うわ、ここは帝国の大艦隊ですね。戦艦7、従順7。あー、さらに空母が6。高木さんの艦隊むちゃくちゃ強いな。ではちょっとここからね、時間をしばらくダーッと進めていきます。一つ南シナの海戦で、随格撃沈してますね。帝国海軍の随格を撃沈してる。ただアメリカ軍の方も大型艦耐久低下になってるので、一部の艦隊がその艦隊行動を停止する可能性が非常に高いですね。ここはなんとかこらえてもらいたいところですが、まずはなんとかしてこのインド方面と香港から進んでる部隊と合流を果たしたいですよね。もうちょっとというところまで来てるんですけど、もう一歩がなかなか先に進ませてくれない。日
本軍を撃破して再びしっかり確保したら、戦線を引き直していきたいですね。まあ、つまりベトナムを南下する部隊と中国大陸を北上する部隊に分けたい。しかもこの香港軍とインド軍が合流を果たした場合、帝国陸軍の主力部隊を壊滅させることができるんで、本当に戦局が変わる。人的資源が枯渇してるな、よく見ると。いつまで戦線が維持できるのかっていうのも、こうなってくるとちょっとクエスチョンですよね。まあ帝国もかなり厳しいとは思うんですが、人的資源が枯渇して、燃料も枯渇して、本当に苦しい戦いだな。そうなると徴兵の制度を変えたいよね。今限定的徴兵なので、これ大規模徴兵に変えたい。そのためには政治力がちょっと足りないな。300、今135なんで、これ300まで貯めるってなると相当先が長い。ではまたちょっとここで時間を進めていきましょうか。イギリス領マラヤが降伏。おお、完全に帝国領になってるね。オランダ領インドもこうやって見ると多分危ない。シンガポールも陥落ですね。これで帝国軍が再び息を吹き返してくる可能性もありますしね。まあ、現に今フィリピンに強襲上陸かけてきてますけど、これは弾き返せるでしょう。まあでもやっぱり大陸ですよね。大陸で帝国を、打ち倒せば、もう本当につながりそう、戦線が。じゃあこのまま時間を進めていきます。
ついに繋がりましたね。長かったなぁ。ここで繋がりました。これで一気にね、選曲が変わるっていう状況でもなさそうですが、それでも、だいぶ、好転するんじゃないかなと、事態が、いうふうに思います。ではね、まあ目標としていた香港からの軍とインドからの軍のつなげるという目的、まずは達成できましたので、今日は一旦これで終わりにしたいと思います。で、あとはですね、少しお話をしてきていますが、人的資源がもう完全に枯渇しているので、これをね、大規模徴兵に変えるために、政治力、今183なんですが、これ300まで我慢して貯めましょう。で、サイロを建設してきた甲斐があって、備蓄燃料が 1.4 と少し増えてきています。まあ、このあたりはね、きちんと計画が進んでいるという状況だと思いますので、このまましっかり計画を進めながら、次の、計画として、人的支援。これを確保するための大規模徴兵への変更を行っていきたいと思います。では、今回はここまでにさせていただきたいというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。